日本九州地方福岡県福岡市東区箱崎。箱崎は福岡県福岡市東区の町名。現行の行政地名は箱崎1丁目から箱崎7丁目まで。面積は209.13ヘクタール。2021年4月末現在の人口は19473人。世帯数は11718世帯。 郵便番号は812-0053。古い街並みが残っており、地区全国一宮で、旧官兵大社の箱崎宮などの神社や史跡が多く存在する。また、北部に九州大学が長らく本部キャンパスを置いていたことから、多くの学生が暮らしていたが、本部を含め、福岡市西部郊外の糸地区へ移転が進んでおり、 跡地の利用に向けた検討も並行して行われている。付近の箱松、松島地区を含め古くから、葉物野菜の栽培が盛んに行われていた。市街化により農地は大幅に減少したが、ハウス栽培や水耕栽培により、小松菜や青ネギ等が年間を通じて生産されている。箱崎は、福岡市東区の南部に位置し、北でたた川を介してなじまと、 東で箱松と南で舞出し及び東浜と西で箱崎府島及び海塚団地と隣接する。また南東部では箱崎府などあまりを介して博多湾につながる。箱崎の北には次の河川が横断している。古くこの地は足、通らや白与浜と呼ばれていた。箱崎という地名は王神天皇誕生の際に絵なを箱に収めて埋めた。 ことにちなむと伝えられる。923年に八幡神を祭る大板宮が、この地に潜座。日宋貿易では一拠点となり、逃亡が形成される。文営の役では、蒙古軍が上陸し、箱崎宮は炎上。九州征伐の際に、豊臣秀吉はこの地に本陣を構え、また秀吉主催の野田で、箱崎茶会では千里宮が茶を立てた。 町村聖志校により1889年に、か谷郡箱崎町が成立。1911年には、九州帝国大学が創立。1940年に、箱崎町は、福岡市に編入される。箱崎漁港九州大学箱崎キャンパス福岡、県立図書館。ありがとうございます。